トミカとトミカキッズが楽しく暮らす街、トミカタウン。今回はどんなトミカがどんなところで活躍するのかな、みんなで見てみよう。出動、ビッグファイヤーエンジン。いつ襲ってくるかわからない災害からトミカタウンを守るトミカファイヤーチーム。彼らはトミカ消防車両を駆使し、今日も災害と戦っているのだ。火災発生、火災発生。全トミカファイヤーチームに次ぐ、トミカアドベンチャーエリアのジャングルで大規模森林火災発生。トミカファイヤーチーム出動せよ。ファイヤーチーム緊急出動。ラジャー、全車両現場へ急行せよ。緊急車両が通ります、道を開けてください。それにしてもとんでもない規模の火災だ。彼らだけでは鎮火は難しいかもしれない。直ちに状況確認し消火活動に入ろう。ラジャー、懸命な消火活動を続けるトミカファイヤーチーム。しかし悪魔のような炎はその勢いを増すばかりだった。このままだと動物たちの住む場所がなくなってしまう。ついにこの時が来たか。ビッグファイヤーエンジン出動態勢。緊急出動要請、緊急出動要請。ブルブル放水、ビッグファイヤーエンジン。ファイヤーステーションにトミカタウンの安全を守るために配備された大型特殊車両。どんな火災にも対応可能な放水ノズルが装備されている。緊急車両積み込み完了。ビッグファイヤーエンジン出動。緊急車両が通ります、道を開けてください。その頃、災害現場では懸命な消火活動が続けられていた。一向に炎の勢いが収まりません。我々の消火能力の限界だ。一体どうすればいいんだ。これはビッグファイヤーエンジン完成していたのか。放水ノズル消火準備、放水始め。思っていたより手強い炎だ。パワーアップ。ビッグファイヤーエンジンの圧倒的な放水力で森林火災はその勢いを次第に弱めていった。放水やめ。ご苦労様です。こうしてトミカファイヤーチームの新型車両ビッグファイヤーエンジンの活躍で大規模森林火災から動物たちを救うことができたのだった。みんなよくやった。全車両現場撤収。おう、